안녕하십니까. 강동병원장 강신혁입니다. 우리 강동병원을 찾으신 분들께 감사드리며 우리 병원을 소개할 강동희를 소개합니다. はじめまして、感動医です。もう一度感動病院を訪れてくださった方々に感謝を申し上げて、今から感動病院を紹介させていただきます。関東病院は1993年5月1日、整形外科3科、内科、麻酔痛み医学科、映像医学科、リハビリ医学科などの医療スタッフを中心に120病床を持つ整形外科専門病院として開院しました。開院後、直ちに釜山及び西部京南県の整形外科専門病院に成長し、1997年には地上9階300病床に増改築し、1999年には釜山で最初に物理治療器具のサイベックス6000を、2000年には電子処方箋伝達システムである OCS を導入、2003年には患者及び職員らの診療及び勤務環境改善のために大々的なリモデリングをしました。また2005年度には映像伝達システムの PACS と膝人工関節手術の先端装備であるナビゲーションを導入し、診療システムの改善と手術の正確度を高めました。2008年は保健福祉家族部から整形外科専門病院に指定を受け、大学病院レベル以上の整形外科専門病院としてだけでなく、地域拠点病院として位置づけられています。関東病院の歴史が長いです。それでは関東病院を詳しく紹介いたします。関東病院は高難易度の医療技術が必要な人工関節置換手術を年400例以上手術する全国でも指折りの病院です。また最先端ナビゲーションシステムで膝人工関節手術時、人工関節を個々の解剖学的状態に合う正確な位置に挿入して良い手術結果を得て、人工関節分野の新技術医療を先導しています。特に関信翼病院長は、国内最初に試みた10本の指縫合手術を成功させ、微細手術分野の新境地を開き、関東病院の活躍は国内だけでなく海外でも展開されています。ヨンビョン医科大学やパリョン市人民病院との学術交流及び医療器資材寄贈をはじめ、中国、モンゴルなどの病院らと交流を持ち続けて、中国ヨンビョン地域の在中韓国人に毎年現地で人工関節手術を施行しており、モンゴルのスポーツスターであるモントリオールオリンピックレスリング銀メダリストのオリドープとバーツトクト選手に神経回復手術を施し、モンゴルから来た留学生らとその家族らに無料医術を提供しています。そして長期勤続職員の海外研修と関信翼病院長を中心とした医療スタッフらの海外医療奉仕団派遣で人的外交にも力を入れています。関東病院は医術を通じて社会還元に努めています。関東病院は世界的な祭りである2002ワールドカップとアジア競技大会
APEC 首脳会議に公式指定病院として支援を惜しまなかったし、2008世界社会体育大会指定病院と組織委義務文化委員会委員長として監視の区病院長が選ばれました。カンドン病院はスポーツソウル主催の最優秀医療機関、サハク優秀医療機関、中央日報選定の人工関節手術を多く行っている病院など、報道機関と外部機関の拍手と激励を受けています。特に人工関節の再置換術は全国で一番たくさん施工する病院の中の一つと認められています。강동병원은보건복지가족부지정정외과전문병원입니다의료진들의창의적연구와성실한진료를통해환자분들의만족도극대화에최선을다할것입니다나아가부산이아시아의료관광의허브가되는데중추적인역할을하도록하겠습니다감사합니다ご覧いただいたように我が関東病院は皆さんと共に元気な社会を作るために努めています。患者の満足を最優先する親切な病院。分野別で最高を志向し研究する病院。人を先に考える人的外交精神を実践する東アジア医療観光の中心に関東病院があります。